願いします。声出しちゃってもいいんじゃないかな、声出しちゃってもいいんじゃないかな、今のうちじゃないかな。オファー来た時はちょっとその怖いなとか不安だなとか、これからの芸能活動に支障が出るなとか、そういうネガティブな気持ちというよりも、いやもう逆ですね。だからなんかイメージがこう全くこう違う流星量というか、また違うこう作品をみんなに見てもらえるっていう、なんかその喜びの方が強かったですね。この後皆さんに見ていただけるので本当楽しみですよね。新しい顔が見られるかもしれませんからね、はい。まあ、もしかしたらこの流星よりは嫌いだっていうかもしれないですけどちょっとその辺のでもリアクションもちょっと楽しみですよね。でもなんか役者冥利に尽きるというか、そうですよね、そういうのは今までのイメージ嫌いになんないよみんなありがとう。福井さんは絶対に嫌いにならないということでね、もう絶対な味方がいますからね、大丈夫ですね。じゃあせっかくなので今日はあの奇抜なメイクをしてくださった菅健太さんに伺いたいと思いますが、はい、菅さんはどうですか。あのこちら今日はあの猟奇的な役ということで、今メイクもされておりますけども、はい、かなりすごい役になっておりますが、そうですね、演じられていかがですか。一つ、まあ、あの言っておくと、まあ、これは僕が勝手にメイクしたわけではなく、ちゃんと依頼を受けましてこういうメイクをしているということを皆さん嘘だ、やりたくてやったんでしょ。こらこら自らやったんですかね。記事になるぞすぐそれこれでも本当にやっぱこのメイクをすると、なんかこう撮影してた頃の気持ちというか、すごくあの、まあ、ある種特殊なテンションで撮影をさせていただいてたんですけど、すごくその頃を思い出すというか、でもすごく普段経験できない体験ばかりだったので、すごく楽しい撮影期間でした。本作恨みや憎しみなど圧倒的な暴力で晴らす回収屋というお話でございますが、どうですか、皆さん回収してもらいたいものなどありましたらぜひね伺ってみたいんですけれども。全然みんな喜ばないです。ここもうこっち側がいいんじゃないのいや僕もそう思ったんですよ。言ってやってください。回収したいのはそんな現場で貸した菅くんのねお金を返してもらいたいもんね。あ、お金です、それ回収しましょう。やめろやめろ、早く返してくんないかって。言いがかりをやめてくれ。ガチ回収ですね。いやダメですよこれ記事にしちゃう。いや、ね、冗談でございます。借りてないですからね、はい、借りてないです。あのでも本当に仲良く、あのメインの方に聞いてあげてくださいひなみさんなんか回収してもらいたいことございます。私そんなに憎しみを持って生きてないです。憎しみ持ってないですか。全然そんなことない。全然ないので、うん、私にまさか振られると思ってなくて何も用意しない。ちょっとあの空気きれいにすると福士さんの後だったらちょっとひなみさんに当てちゃったんですけど、いや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 、せっかくなんで高橋さんに行きましょうかね。高橋さんどうですか、回収してもらいたいこととかあります。あ、私はあの前にすごくお手洗い行きたい時に順番を抜かされたんですよ、ね、うん、あら、だから今後その人が何か並ぶ時は全部私が抜かすっていう回収。そういうことですよね、はい、そういうことですよね。そうそうそう、回収ね、回収してもらう。回収でもやっぱ橋本監督を回収してほしいかなって思いますね。監督を、それはどういうことでしょうか。いやなんかあの血のりをこうピッ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 こうやりながらやってるんですけど、うん、マットに対してやってるんですけど、まあ、だんだんこうずーっとやってるもんでずれてこう床を本当にこう殴り始めて、はい、だんだんこう血が僕も出始めるんですよ、うん、ニタ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 と嬉しそうに見ながら全然カットかけないんで一番やばいんですね橋本監督がね。いやだってね一生懸命やってる一生懸命止めちゃいけないな止めちゃいけないなとそれは昔、はい、ホームドラマで僕がお父さんで、はい、彼が子供をやったことがあるんですよ。もうこんなちっちゃい7歳ぐらいかあれ、はい、本当に可愛かったんですよ、はい、それがですよ過去形でしたけど、今もうこうやって政治から金借りて返さないとかそうですね、それ大切な話ですね。映画の中で人をもうむちゃくちゃやったりとかね、うん、もうこんなやつに育てた覚えはないんだけど、覚えはない父として、もうそういう小さい頃のね、うん、もう思い出もう消してほしい。もうねこういうもうこんな悪いそんなこと知っちゃったからね、はい、裏切られた気持ちになるわけですからね。そういうのを回収してほしいです。もうそれ回収してほしいということで、彼の芸能界の過去のね可愛い思い出を思い出をぜひ加藤さん回収してほしい。本当政治だからお金借りてないんでちゃんと立派に育ってるつもりで、はい、いますので大きな拍手でお見送りください。残しちゃうからいなくなっちゃうから、でもさ、だからね、スクリーンでやるよ、ね。